どうも皆さんこんばんは、エデムです。今回は東京グールリインボークの最新情報についてまとめてみましたので、少しお話しさせていただこうかなと思います。今回も本日発売の V ジャンプ11月特大号と、V ジャンプ公式チャンネルで公開されました情報を参考にさせていただきました。テレビアニメ東京グール RE 放送記念東京グールリインボーク5大キャンペーン開催、10月9日より放送開始されますテレビアニメに合わせて大きなイベントが5つ開催されるようです。1、佐々木ハイセ、黒い死神がガシャで登場。攻撃力の高い純特等のハイセが最速登場ということで、キャラの詳細の方を見ていきましょう。スキルはこんな感じですね。スキル、駆逐でお願いします。3ターンの間自身の回避率とガード率を 30% アップさせる。敵単体の武器耐久値をマイナス10させる。敵前衛に攻撃力 ×2 の10連攻撃ということで、スキル性能としてはめちゃくちゃ、強いですね。武器耐久値もかなり高いんですけども、アタックポイントが、少し低めの6となっているようです。2、大注目、佐々木敗聖&クインクスメンバーが再登場。これはおそらくリニューアル直後にガシャで登場していたキャラたちだと思います。特にハイセは汎用性が高くてとても使いやすいキャラなので、需要はかなりあるのかなと思います。引いてない方はね、ぜひとも引いて、持ってる方は熟練度を重ねてみてはいかがでしょうか。3、ピックアップ特別なリ・インボケフェスを開催予定。これは、まあ、死神ハイセのことだと思うんですけど、おそらくですね、ムカデ同様、排出率を他のフェス源より下げて、ピックアップされると思います。確か 0.3% だったかな、記憶ではそれぐらいだったと思うんですけど、まあかなりあれですね、ステップ7まで引いて 30%、 まあ僕それ3回外しましたからね。で結局その4回目も外して、その4回目の道中で当てたみたいな、はい、そんな感じだと思います。4、占領戦で特別報酬をゲットしよう。今回特別報酬は窓明部下の教育とのことです。いつも通りなら派遣用 SSR なんですけども、今回は普通のキャラクターなのでしょうか。5、もらえる豪華ログインボーナス。まあ石とか促進剤とか SSR 確定チケットなんかが入ってると思います。そろそろですね、チケットガシャの方にもプレミアムで登場したガシャ、まあ、最近でいうと夏クラッカーとか、まあ入ってもいいんじゃないかなと思います。ていうか正直追加してほしいと思いますね。以上が公開された最新情報になります。目玉はやはり死神ハイセの登場ですが、おかしい点がいくつかありまして、なんでそのハイセなんてみんな思ってると思います。いやそこは、まあ、俗に言う、アニメ12話かな、闇金木やろってね、9割の方々が思うでしょう。オールもね、華麗に出番をすっ飛ばされましたからね。そして前の東京グールのソシャゲの時もそうなんですけど、キャラクターたちがインフレしすぎて他のキャラが終わっていくんですよね。まあウルトラレアとかレアリティでは表記してませんが、今回の話は完全に頭一つ抜けた性能だと思います。あ、これもう分かっちゃったよね。これね、加速するキャラのインフレ、ただただ長いだけの占領戦、意味のないフェス限定ピックアップ、これらが意味するのは、そう、サービス終了。まあ冗談ですけど、正直怖いですよね。この状況はグルカルサービス終了時、似た匂いがするんですよね。キャラのインフレ、連続の復刻イベント、データ解析キッズの無法地帯、あとはアニメが終わって12月のカニキャリマの誕生日に、まあ、ぶっ壊れキャラが実装されるまでがシナリオとして僕の頭の中では見えてしまって、正直怖いっていうところです。まあ、そうならないように、まあ、運営には頑張ってほしいところなんですが、まあソシャゲなんでいつかは終わります。僕の本命は冬に出る、東京グール CTE です。はい。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。